こんにちは。今回はバーディーのエンジンの世代を行います。とりあえず開封。では、エンジン下ろしていきましょう。他のバイクはどうか知りませんが、バーディーの場合エンジンマウントが2箇所でした。1箇所配線抜き忘れてます。これが外したエンジンです。コネクタ類が新しいエンジンと一緒か確認します。乗せていきます。手順は外すのと新脚ですが、外すよりも乗せる方がかなり苦労しました。
ルを入れて、試しにエンジンを始動してみます。4、スカのバーディーの場合、ミッションオイルとエンジンオイル共用です。変に安いオイルやオイル添加剤は使えません。Thank you.